ここ数日ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど。ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも他の奴らはせいぜい驚いた程度だったぞ。緊張しないで、ただお茶を飲んでいるだけだから。さっきは喋ってなかっただけよ。うわー、誰もいないのに声が聞こえるぞ。私の声もう忘れたのかしら。え、待てよ、この声確かにどっかで聞いたことあるような。あ、お前ってスメールにいた時、わけもなく空から聞こえてきた声だろう。わけもなく空から聞こえてきた。その言い方間違ってるようで正しいわね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。予言は当たるわ。必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットのすべてがそう簡単に変えられると思う？へえ、気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？あなたがこれから見る様々な出来事は果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら？こいつ何言ってるんだ？
なんかすごそうで、スケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを、テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。さてと、いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。の掛け合いを聞けるなんて、二人はいつも賑やかですね。ルナ、まあまあです。スチームバード新聞に行って、以前話したシンポジウムに参加してきました。思ったより楽しかったですよ。フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく、自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。もしかして、それって髪がピンク色の記者じゃないか？そうです。あのシャルロットです。あなたも覚えていますよね。考えたことをそのまま実行し、何でもかけてしまう有能な記者です。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません、試しては見たものの、ここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。嘘、そんなことがあるなんて。神の視線にも資格があるって言ってたよな。肝が座ってるやつだぜ。普通神は万能だって思うはずだろ。魔女会のメンバーであれば、おそらくただものではありません。N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。方向感覚に優れていて、道に迷っている人を導くのが好きだとか。でも私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら、決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。うじい、魔女界の人って恐ろしいな。みんな元気いっぱいなのかな。能力だって、それはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。でもオイラ、あいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ転機があると伝えたいのでしょう。しかし、その転機がいつ訪れ、どういったものかについては言及していません。まさか、今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。
人、パイモン、大丈夫ですか？大丈夫だぞ。けどオイラ、ちょっと息が詰まりそうで。なんだか世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。私の目に映る範囲では運命が決して揺らぐことはありません。しかしそれでも私は奇跡を期待し信じています。占星術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で時に美しいものでもあるんです。おそらく N はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない、目の前にあるものが必然的な結末とは限らないことを信じるべきなのでしょう。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのため貢献したいと思います。最後の瞬間まであがかなければ、どう胸を張って結末を迎えられるというのでしょう。おお、確かにその通りだな。ああ、私としたことが、また先生術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。そろそろ帰ります。あなたを少しでも勇気づけることができたのなら、無駄口ではなかったようです。私はあなたが私と同じようにあがく人を助ける方だとずっと信じていますよ。きっとそのせいなのかもしれませんね、私たちがいつも偶然出会っているのは。なんだか今の言葉を聞いてたら胸の奥がキューってしてきたぞ。感動と悲しみがごちゃ混ぜになってる感じだ。旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか？街中を歩きながらいつもよく通る場所を見て回ろうぜ。